カード屋さんショーコレでございます。暗いですね。夜のブラドラ、本日は仕事終わりでございます。見えてますか？私ここだよ。ちょっとラーメンでも食いに行きなっせ。夜食ここ曲がってここを右折してどん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 、そしたら寺島くんがいる。なぜか、いいよ、寺島くんがいるよ。寺島くんもラーメン食べるの？ラーメン食べるみたいだ。一緒のとこでした。ラーメン食べよ。寺島くんの色が黒すぎて顔認証しない。目が出てないからじゃね。顔認証するとどうなるんですか？枠が、ほら枠が生まれる。もういい。ラーメン、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 ラーメン。お腹すいた。ニラメシラーメン濃いめです。ありがとうございます。すごいでかくない？でかいですよ。足でかくない？でかくない？でかいですけどね。どうやっていけばいいか。ありがたき幸せ。はい、めっちゃ美味しそうです。いただきます。いただきます。なんかいつもより海苔が多い。いつもよりもやしが、いつもより海苔が多い。こんな多くなかった。サービスかな。ラーメンに海苔って必要ないですか？あ、僕は結構欲しい人です。あ、なるほど。結構いらないって言ってますよ、はい、あ、そうなの。はい、うまか。はい、ありがとうございます。中央は以上です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。汗がすごい。ゆっくり食べんなって。お食事中大変申し訳ないんですけど。もちろんでございます。水に感謝いたします。はい。水を入れたいときは私へ。よし。得意料理カレーっていう女子どう思う？誰でも作れるんだ。一撃でしたね。俺卵かけご飯の白身のトゥルトゥル嫌なんですよ。で、すき焼きとかもトゥルトゥルがあるじゃん。そのままかき混ぜちゃうと、はいはい、俺黄身だけがいいんですよ。いつも黄身だけですか？そう。だから黄身だけの、黄身だけの卵かけご飯。すいません。いいよ、やめて食べて。だから黄身が重要なんです、僕にとっては。だからデニーズの卵かけご飯、違うデニーズのオムライスってなんかトロフワみたいなことを歌ってるんですよ。で、確かにすごい美味しいんだけど、5回に2回ぐらい白身がすごい時がある。そうですか。この球体のオムライスに対して流れ落ちた先に白身が結構いるんだよ。それちょっと嫌なの。あ、だから黄身だけ使ってよ。
そう、俺好みの白身のトゥルトゥル感のないオムライスを作ってくれる女子がいたらいいなって思う。卵いくつかかるんですかねって話じゃなくて。ああ、そっか。で、だからいいんだよ、白身があってもいいんだけど、あのトゥルトゥルの白身がいいな。あ、でもそれを考えると必然的に卵が柔らかく硬くなるじゃないですか。あ、すいません、ありがとうございます。よし、タッ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 っていうこだわりがあるんですよ。すき焼きとかじゃ食べるって言うじゃないですか。白身外すとしたら卵何個入れますか。お皿にさ、俺家ですき焼きしたことないんだ、はい、でもお皿に対して卵1個だけじゃないですか、はい、だからうまくこうやってその1個だけ。マジっすか。高橋さんとか絶対肉いっぱい食べるからいっぱいつけてもすぐなくなるんですね。すぐなくなる。俺すき焼き肉以外食わねえ。